皆様こんにちは、もちゆきと言います。今回はアスラザエクスキューショナーだっけ、アスラと言われているものが、そうですね、25層の、迷宮区のフロアボスなんですが、それをですね、30秒ほどで、倒せるようになったので、昨日ミラティブという、生配信アプリをやってたんですが、視聴者さんに、コメント視聴者さんからコメントをいただきまして、コメントいただいたんですね。で、いただいたコメントの通りに、アドバイス通りに参考というか、それに従って、スキルレコードの、編成を考えたんですが、それがうまくはまりまして、名前出していいのかわかんないんで名前は捨てますが、ありがとうございました。すごく助かりました。どういった、スキル構成や攻撃の順番でいくかといえば、まあスキル構成、まあ攻撃の順番を説明していればスキル構成はまあおのずと分かっていくので、順番に説明していきます。まずはこの防具は後ででいいか、後ででいいや。まず、星4のバフを俺持ってないので、とりあえずその槍から弓のクイックチェンジでなんとかしようという、魂胆でありまして、攻撃力を、本当はクリティカルとかクリティカル発生率やクリティカルダメージを上げるバフを打ちたいんですが、槍だとないんで、ほんま片手再建とかならあるんですけど、もっと使いたいバフがこれかなり攻撃力上がるんで、こっちのバフ使いたいっていうのもあったんで、まあ、これを採用しました。攻撃力が上がる、バフなので、これをまず、最初に打って、でこれは35秒間持続しますが、30秒くらいで倒せるということで、これはまず打ちますね。その後に、これを打ちますね。お大事にどうぞ幸。水属性、突属性の、槍のソードスキルなんですが、今回これのバーストを発動させます。これは、発動条件が水属性、突属性、静属性、この4回のコンボを決めれば発動するバーストなので、水、突生といきたいので、まずは、一撃目はこの水を放っていきます。でこれを放つのにはもう一つ理由があって、バーストでもあるんですが、バースト発動しません。これが、バフが発動して20秒間、自身のクリティカル発生率が 18% 上昇しますね。これが、効いてくるんですが、それなぜかっていうと、このクリティカルダメージがこれ上昇する効果があるんですね。だからなるべくクリティカルを発生したいということで、このクリティカルバフを、効かせていきたいところですね。でその次には、水突生なので、こちら突属性で、ま、ダメージ倍率が、高いので、本当はもっとバフがあるやつで突属性なんだったらそれのがいいんですが、まあ、これでもいいんですけど、結局やっぱりそんないいのがなかったので、この枠は、ダメージ倍率を優先してここを突セットして、で、3撃目はこれですね。3撃目はこれを突属性として、バーストではなく通常で打って、そうすることでこのデュエルバフっていう15秒間攻撃力が29.6% ですね。今の強化時点では、強化した時点ではこのようなので、これで水突まで、完成というか満たすということになりますね。バーストの条件がで、水突ときたら最後静属性なので、これを、弓に持ち替えて、この静属性のスナイピングアローシノンを打っていくことにより、
自身の HP が少ないほど攻撃力が上昇という効果を、載せていきますね。で、そうですね、こっちのあのまあこれは最初 HP が、多い時に最初槍序盤張って槍使うので、まずこれから入ってって、でこちらは、弓に持ち替えた時はこの、生属性でこの4撃目でバーストが完成して、これでバーストが発動条件が満たされて光るんですね、バースト。でそうしたらあのこれにセットされている、ユイの、覚醒リコレクションスキルが、スイッチブーストっていうのが発動して自身のスイッチゲージが上昇するので、もう、これを打った時点ではもうスイッチゲージが、完全に溜まります。で、その後に、ホークアイシノーも一応セットしてあるんですが、これは今回打つのには使わないです。もうあのラッシュ発動中の攻撃力が上昇効果のためだけに乗せていて、まずこれを打つことなくも終わります。で先に、この源流オーダーで出てた、必中の射手シノアーチャーシノ、これが、15秒間自身の HP が少ないほどクリティカル発生率が上がるので、これを、最後に、これを打ってから最後にこれのバーストでフィニッシュという形になりますね。これのダメージバー率が十分高いので、自身が状態上毒の時、攻撃力が 30% 上昇しクリティカル発生率が 100% 上昇とあるのですが、そうですね、あのこれは自分が毒状態の時に、出る追加効果なんで、先に、本当はこれを先に打ってあのスイッチで打って、これスイッチで打つと、デメリットであの自分も毒になるっていう効果があるんですよ。でこれを活かしたかったんで、最初はそうですね、最初これから打っていこうと思ったんですが、スイッチででもスイッチ溜まるまでにちょっとあまりにも時間がかかりすぎると。でこれも一応なんかあの自身が、状態上の時に攻撃力が、23% も上昇する効果があって、あの自分が毒状態でもこれ発動するんで、これ使えるじゃんと思って行ったんですけど、あのこれはやっぱ今回使わなくても大丈夫です。使わなくても十分強いんで、あのこれは諦めました。で、クリティカルダメージが上がる、ラッシュ発動時に上がるので、これのためだけにセットしています、今回は。でとりあえずこれが、一連の流れですね。そうですね、本当は毒にしたあのこれから入って毒にしたかったんですが、スイッチで使用しないといけないのがちょっときつかったので、まあ、とりあえず、この通りにするのと、あとは、やっぱりこの、シノンの弓スキルで多いこの自身の HP が少ないほど強い効果が、これが3つもセットされているんですね。これもそうだし、これ少ないほど、クリティカル発生率が上昇するのと、これも自分の HP が少ないほど攻撃力が上がる、これらがあるので、なるべくあの防具は硬いものがな、あの防御力高いものじゃない方がいいですね。厳選は全部攻撃力に振ってありますけど、あの厳選はちょっとあのそこまで頑張りませんでしたね。で、このそうですね、あんまりカオス防具とか防御力高いやつでいくと、ちょっと防御力削れないですね。であの人魚姫シノン打てばいいじゃないかっていう声もあるかと思うんですけど、人魚姫シノンはちょっと、ね、ガチャ引いても出なかったので、あの本当は欲しくてすげえガチャ引いたんですけど出なかったんで、人魚姫シノンっていうのは、全体攻撃の、弓のソードスキルなんですが、覚醒の。でそれを打つと、あの一体に当てると自分の HP が3分の1くらい減るんですね。で全体攻撃だから、2体3体っていうのに全部当てると1体につき3分の1くらい HP が減って、でそれ使いまくると残り HP が1になるので一気に自分の HP が、減らせると、まあ、他にも自分の HP を減らす、スキルレコードはあるみたいなんですが、持ってないので、確かシノンだったかな、それも。
とりあえずこれは、自分から攻撃を受けに行って自分の体力を減らそうっていうことなので、本当はこれ35層の防具なんですが、27層の防具でもギリ大丈夫なので、まあ、そっちでもいいんですが、今日はこの防具の方で取っていこうと思います。それとこの弓なんですが、ちょっと弓ちょっと弱くて武器が、で本当はこれちょっと動画用にノックス武器作ってからやろうと思ったんですけど、これこれアスラこのために周回してるのに1個でなかなか出ないんで、もうずっと掲示板やってるのに出ないんで、もうとりあえずこれでもまあとりあえずダメージしてるし、まあ動画にしちゃおうということで、早速こうもうやってきますね。でまず掲示板入る前にこのまあ周回だとまあここでやるんじゃなくて、中で入った瞬間掲示板で突入した瞬間にこの一番下のスキル4ですね、このバフを打つんですが、まあ今回ちょっと掲示板入る前にこれをまずバフ打って、でここに入りますね。で掲示板アスラなんで、これかな、アスラを選択して入ります。で入ったらそのまま、まっすぐ進んでって、で最初水ぶっこで水ぶっこで打った後にダメージ倍率の高い水ぶっこで打って、その後砂台クリッパーでデュエルバフを起動して、ここでもう覚醒を打って、で覚醒を打つと、だんだん上の SD が、回復していくので、でこれは違かったな、あちょっと間違った、あでも倒した、こんな感じですね。もう一回解説しますかね。も本当はもっと残り HP とか削った方が、今50万ダメージが2連撃で100万ダメージ出たんですが、周回だとどうなるかっていうのをちょっと見ていこうかと思いますね。で弓でフィニッシュしたのでクイックチェンジで持ち替えてバフを起動してわざと当たりに行くんですが、これわざと当たりに行けなかった。で水を水とクリティカルバフに食らわせて、いや鉄属性船大工に船大工クイックチェンジからの覚醒、上の SP ゲージが回復してるのを確認して、自分が毒になるよと言ってゲーム流の手を打って、最後バーストで起動するんですが SP が足りない、あーちょっとやってしまった、今のはちょっとミスですね、少し遅かった、ちょっといきなりバースト打ってもよかったかもしれないですね。なんだろう、いつもそのなんだろう、もうちょっとその安定した速さっていうのを見せたいんですが、難しいですね。もう一回やっていきますね。クイックチェンジ、バフを起動、ちょっと食らっていくか、これでちょっと、喫茶店に寄っていくくらいの感覚で、ちょっとここに走ってみるかっていうくらいで、わざとダメージを受けるちょっとやばい人を想像してもらえると、ちょっと俺何言ってるか分かんないですでこれで起動してもうバーストが使えるんで、これで電流オーダーからの、バーストが打てない、 SP の問題が、もうちょっと回復するの待ってから打てばよかった、ダメだ、全然ダメだ、プレイングが、多分ですね、多分だな、最後もうなんかあれだな、スイッチで大海の嵐シノを打つ必要ないから、やっぱりあれなんだな、その言われた通りだったな、視聴者さんに、これですね、やっぱりそうなんだ、これを源流オーダーをやっぱスイッチ枠にセットして先に発動した方が効率がいいということでしたね。とりあえず今掲示板に入る前なので、ここでバフを起動して掲示板に入りますね。入って、引き受ける挑戦やって、このまままっすぐ、進んでいって、水属性を打って、
次トップ属性打って船大クリーパーで攻撃かぶつけてクイックチェンジ確定、この間に SP が回復するので生属性を打って、源流オーダーのスイッチで打ってちょっとダメージを食らえない、あーちょっとダメだ、あー弱い、あー遅いなー、あー畜生どうしようかな、なんかモヤモヤする、あーモヤモヤするな、なんかもうちょっと綺麗なのを見せたい、周回動画なのに、あ周回動画なのにじゃね、周回動画のつもりじゃなかったのに、これでからあちょっと食らっていこう、これでトスを食らって船大工食らって、ここで覚醒しながら攻撃に当たるように動いていく、継続で打っていく、火ダメ十分、バスト薄い、これで終わり、わなんでだよ、うわー惜しい、もうちょっとダメージ減らし、自分の HP を減らして、あそうだなんだっけ、そうだ分かったぞ、これで自分の HP を減らす方法なんですが、槍の防御力を減らしていけばなんか違うらしいけど減らせないかな、まあいっか、まあとりあえず槍の方の、槍持ってる時の防御力をが少ない状態でクイックチェンジすれば、少ない状態からクイックチェンジすると、あクイックチェンジってこの武器のチェンジですね、入れ替え、セット1とセット2の入れ替えですね、これで HP が少ないまま変えられるっていうらしい、まあちょっと俺が今言ったことは間違ってるかもしれないんですが、細かいことは分かんないんですが、そういうのもあるらしくて、まあ、ちょっとそこはまだ分かんないですけど、今日はなんかモヤモヤするな、なんか30秒、なんかもうちょっと綺麗に決めたいな、もう一回ちょっとやってから終わるか、とりあえずもう一回30秒ほどで倒してから、あそうだ入る前にピアッシングスンだった、で水属性を離して、あ今ちょっとダメージ食らえばよかったかな、で当たったよし、どっから当たるやつのがいいのかな、だからこれあんまりこいつに近づきすぎるとちょっと攻撃が避けられてしまう、あ来た、こういう感じですね、これがうまくはまったとして、これを安定して出したいということなので、まあ、本当は人魚姫シノンっていうソードスキルが、欲しいところでした。キョンカイはここまでにいたします。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録してくれると嬉しいです。バイバーイ。